になるような感じで息吸ってください。吸ってで口から吐いて完全にこう全部脱力しちゃう感じ、全部抜けちゃう感じ。もう一回吸ってで吐いて脱力する感じ。左側はリラックスしたままで吸って吐いてリラックス、吐いてリラックス。今度反対側ですね。体の左側だけ緊張させてください。吸って吐いてリラックス。もう一回吸って吐いてリラックス。じゃあいいです、起き上がってください。したらですね、今度は仰向けになっている人を上から押さえる、動かないように、そうですね、そうですね、うん、こんな感じですね。でこれ今動かないじゃないですか。でさっきの呼吸をこう通すっていうのをやったと思うんですけど、それをちょっとやってほしいんですよ。でまず一回こう吸うじゃないですか。でこうパンパンにしちゃうともちろんこう動けないので、ちょっと抜くんですよ。でもこうやってで全部抜いて完全脱力しちゃうと、この力っていうのが自分の中に完全に入ってきちゃうじゃないですか。でちょっとあのなんていうんですかね、水風船みたいなのをイメージしてもらって、そうですね、こう体の中にこう水っていう呼吸が入っていく感じで、それが今度はこう水だけ動かしてほしいんですよ。こうなんですね、これに邪魔されないようにこうこのまま水だけが動くみたいな。そうそうそう、これこの側で動かしちゃうと動かないですよね。で今はこう呼吸を中に通してその呼吸だけ動かすっていうとわからないので、まあ、水風船をイメージしてもらって、その中の水だけを動かしてほしいんですよ。そしたらこの押さえてるのってあんまり実は関係なくて、その中だけが動くっていうことができると思うので、ちょっとその上から押さえてもらって、その内側だけ動かすっていうのをちょっとやってみてください。その感覚だけ分かればいいと思います。じゃあいいです、皆さんやりましたかね。そしたら今度は今度はあの今中を動かすっていうのをやったんですけど、今度はこのなんていうんですかね、手に乗っかってるものがどっから来てるのかっていうのを感じてほしいんですよ。言ってる意味が分かりますかね。こうなんか体の上にも乗っかってるじゃないですか。
でこれ乗っかってるのはまあ手なんですけど、力っていうのは手から来てるわけではないですよ、はい、必ずこういうところからここに乗っかってるんですよね、はい、石を押さえて、はい、で今グッて乗っかってるじゃないですか。これがこう脱力してる状態だとやっぱこうぶつかってしまうので、さっきのこのパンパンと脱力の間ぐらいな状態を作ってもらって、で今度この自分の体の上に乗っかってるのが何かっていうのを感じてほしいんですよね。そしたらそれをちょっとこう遊んでみる、この辺のテンションですよね。これがほらこれ別に崩す必要は全然ないので、ただこの手に乗っかってるのがどっから来てるのかっていうのを感じてほしいです。で感じれたらリスクと感じれたらちょっとそれをこう遊んでみる、あこれかなみたいな、これね、このテンションですよ。ちょっとやってみてください、はい、そのままでいいんで。耐えられてる時っていうのは相手の中に自分のこのテンションの支えができてるんですよ、はい、でそれと自分の背中とかこう肩とかのこう力というのがイコールに必ずしなってるってことです、はい、でまずその呼吸をこう通してもらって自由に動けるっていう状態を作ると結構テンションっていうのがかからないんですよね、はい、なんかうん、分かっちゃった。なんか使いました。あまりに分かった。じゃあ普通にこうやって動かすとこんな感じじゃないですか、これをこれですよ、このテンションをがどっから来てるのかっていうのが分かれば別にぶつからないですよ。本当にですね。すみません、はい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 、ですよ。もうあんまどこでもいいですよ。失礼します。はい、そうでこれがまあ普通に動くと、はい、体で動くとこういう感じですよ、はい、外側で動く、はい、まずこのテンションを感じるじゃん、はい、したらこのテンションですよね、はい、そしたらこれにぶつからないように、はい、これと一緒にいてあげればいいですよ、ね、一緒に、はい、で一緒に動けば、はい、あ持ってかれますね。あんまりその持っていくとか持っていかないっていうよりかは一緒にいるだけなんです。一緒にいるだけ、はい、そしたらちょっとこれ形変えてみましょうか。武道である手を押さえるやつ、あこういう感じ、そうグッてどれぐらいの感じですか。適当に、はい、でこれもこう力でやるとこんな感じじゃないですか。で同じようにこの手に乗っかってるテンションがどこから来てるのかっていうのを感じていただけると、これがほらこう、ああはい、あはい、まあなんかよく合気道の先生とかがやってますね、まあ、合気道どうやってやってるのか僕知らないですけど、はい、これもさっき の上から押さえてるのとたまたまこの形になってるだけです、はい、やってることは一緒で、はい、力で押し返そうとするとぶつかってしまうので、はい、このテンションがこれですよね。これがどこから来てるのかっていうのを感じていただけると、それと一緒に動いてあげる感じです、はい、一緒に動く感じでしょう、はい、まあ、ちょっとやってみましょうか、はい、じゃあパートナーってきたらちょっと変えてみましょう。おっ、なんか今のパワーですよね。中はテンションって中から来てるんですよ、はい、で中は中で、うん、そうですね、はい、はい、そうですね、もうちょっといいねってもかなり便利になります。これと一瞬でもなんか
本当に連れてますよっていうのがなんでやっぱ連れてかれる感じが別にその倒す必要もないし上げる必要もないし、はい、力じゃないですか。これは反発したんですか。そうじゃない、普通ではなくて、ただ、はい、その中だけ、はい、力入っちゃったから、そうです、途中で抑えるんですよ。何やってるんですか。ちょっと本気で抑えてくださいよ。ここを引っ張ってもならない。ちょっと、じゃあ、これがこう引っ張れれば、はい、これは力いいですね。僕が押さえるんですか。俺が力がどっから来てるのかっていうのが分かれば、なんだこれ。そう、かけ取られちゃう。いや本当に本当に今なんかぐーっと急に来ましたよ。金子くん本気で。いや、こう押さえてて、はい、でこれをこうもうパワーでやると絶対上がんないですよ、ね。結構体重かけるんですよ、これ。めっちゃ重いですもんだって。ね、はい。でもなんか今。おーおーなんだこれ。なんかおわすごいですか。今のすごい。結構体重かけてます。いやめっちゃ重いです。これだとこの辺ですかね、テンションがね。結構かけて。すごい。この辺からすごいグッときましたね。あ、じゃあちょっと違うワークしましょうか。じゃあ立ってもらって。あのこう手を掴んでみたら。そう。で、何ですかね、こういうシチュエーションってあんまないですよね。よく手つかむってありますけど、こう引っ張れないですよね。こうなっちゃうと引っ張れないです。それはここで引っ張ろうとしてるから引っ張れないですよね。でもここに乗っかってる力っていうのはこういうところにあるんですよ。なのでこの力がどっから来てるのかっていうのを感じたら、これを引っ張って。すごい。なんか。力じゃないか。まあ、力っていうか、この手っていうのは、この空中にある間っていうのは、多分何の力もないんですよ。はい、で、こう掴んだ時に、ギュッて握った時に初めて、僕の中にこれとイコールのテンションを作るんですよね。そうすると支えがこっち側にできるから、これが掴むっていうことができるんですよ。なのでこのギュって掴まれてるテンションを持ったままこうやって引っ張るとここでぶつかるんですよ。だからさっきのあの中を水風船みたいにしてって言ったのが、こう中をリラックスしてもらって、ここのテンション相性を握っててぶつかりをなくしてあげる。でなくすと今度こっち側のこのテンションがどっから来てるのかって感じやすくなるので、あとはそれと一緒にこうやって動いてくるんです。回っちゃうのこれ。まあ何でも一緒なんですけど、まあ、ちょっと立ってやってみてください。ギュッて握ってもらって、その握られたテンションと一緒にちょっと動いてみてください。さっき本当に力でぶつかっちゃうじゃないですか、はい。ただこっち側にあるここに乗っかってる力と一緒にいてあげる。じゃあ座るみたいな。でこう引っ張ってるような感じを一緒にいてあげれるだけに、別に特に何かをしてるわけでは全然ない。ここを引っ張るんじゃなくて、ここに乗っかってるであろう僕の中にある何かと一緒にいてあげる。
あ、そうですね、そうなんですけど、このちょっと持っていいですか、はい、これをこういい感じになってて引っ張るところにこうやって引っ張るとぶつかっちゃうじゃないですか、はい、これなんでぶつかっちゃうかっていうと、この外側で引っ張ろうとしてるからぶつかっちゃうんですよ、はい、こういい感じになったらこっちのテンションと一緒に中を入れるか、角度もあるのか、あ、なるほど、はい、横にやるより斜めにこう引っ張る方が あーってなるような、しなくも、あ、でもそうです、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 あ、そうですね、で、掴まれてる、はい、で、これを引っ張ろうとすると、はい、ここはこういう感じですね、はい、で、なんで引っ張るとそうなるかっていうと、ここでこっちの部分のテンションとこっちのテンションがぶつかってるんですよ、なような、だまず、ここをリラックスさせるんですよ、はい、で、リラックスってこう、でこれリラックスじゃないんですよ、ただ脱力してるだけで、こう抜いてもこのシチュエーションは何にも変わらないじゃないですか、でリラックスってこうこんな感じ、これが何をしてるかっていうと、ここにかかってるテンションが体にできてるんですけど、それだけを抜くんですよ、そしたら今度はこっち側のここに乗っかってる分があるので、それと力で、こういう一瞬で、一瞬だけ出ました、ずっと勉強してるんですよ、そうですよ、で、バンとなるほど、なんか倒すとか、そういうことはしなくていいんですよ、それでただ一緒にいるだけ、全部一回やられてますよね、あれ一回こうなんですけど、松戸に住んでたんで、あ、なんか一緒にいるんだろう、言われながら、来ないとしちゃったんで、で、いや、微妙な感じが、いやこれ、わかりますか、なんか今はこう掴んでるからちょっとわかりづらいと思うんですけど、例えばこう掴みするじゃないですか、そしたらどうですか、これと一緒にいるんですけど、じゃあ、広げて掴みいきます、もう掴まれたらここで力がかかっちゃう、でも、掴んでるんだけどずーっと一緒にいるから掴めないですね、なんでかっていうと、ここにこれから乗っかるであろうテンションと一緒にいるから、ずっとこうやってたら、ああいう形の分化した発光というのを、これまた私鳴らしてまして、今度はまたこう掴んでもらうんですけど、今度は掴まれるときにこう一緒に動いてほしいんですよ、掴むタイミングで、タイミング、そう、まあ、そうですね、あの、この手ってさっきも誰かに説明したんですけど、こう掴み、ゆっくりこう掴んでいく、この時ってまだこの手には力はないんですよ、この手に乗っかるであろうテンションがこの辺にあるんですよ、まあこういうとこかもしれないですけど、でそれがもし分かるんだったらそれと一緒に動いてほしいんですよ、別に自分で手をこう来たのをこうやって手をこうなんか俺が避けてるわけではなくて、別に掴まれてても全然構わないんですけど、このここに乗っかってるこっち側のテンションと一緒に動きたいんですよ、ね、まあ別にあの手掴ませなくてもいいんですよね、これが例えばこれでもいいわ、おお面白い、そうそう、ここでいいんですよ、逃げちゃう、そうそうそう、そのテンションとワークをしているので、別にこの手が掴んでても掴んでなくてもどうでもいいんですよね。ここのテンションとぶつからなければ。そうすると、こうなんか掴めそうで掴めない感じじゃないですか。こう手は掴んでんだけど椅子掴む。こうずっとこれのテンションと一緒に動いてたら、ここの手っていうのはあんまり意味がない。ずっとここと一緒にいるんで、ちょっとやってみましょうか、こう、まあ、最初ちょっとゆっくりこう掴み来てもらって、このゆっくりでいいんでこうやってちょっと歩いてあげる、あ、うん、こうやって歩いてあげる、はい、やってみましょう、はい、ちょっと俺もやるんですか、あの、この辺から、この辺から、
多分手握ってくるの飽きたと思うんで、今度はあのこうヘッドロックしに来る感じ。そうヘッドロックです、ヘッドロック。そうそうそう、ガーって、そうそうそう、これヘッドロックじゃないですか。で、まあ、ヘッドロックの後に何があるかというか、何するここから。そうですよね、大体こうですよね。で、こうされたくないので、今度はヘッドロックしに来るのをこうやって動いてほしいんですよね。こんな感じ。で、これもさっきの手掴むのと一緒で、こう、ちょっとゆっくり。こう来てますよね。で、このテンションがあるんですよ、この辺に。でこれが当たった瞬間にこのテンションがここにガーってやってきてこうなるんですよね。なのでこのテンションに最初からぶつからないところにいる。別にこれでもいいですよね。これもぶつかってないんでつかめないですよね、この人。こう感じてただ動くだけ。別になんか特別なことをする必要は全然ないです。ただこの背中とかにあるこっからこれに乗っかってくるであろうテンションと一緒にいてあげるだけです。こんな感じで、これが例えばヘッドロックしてグッグッて外れないように、そうそう、ヘッドロックされちゃうじゃないですか。でされちゃったとしてもこうここに乗っかってるテンションっていうのがここにやっぱあるわけですよ。だそれを感じてもらって一緒に動いてあげる、もしされちゃったら。今は空間でやってるのでこのテンションにぶつからないように動くだけで多分つかめないですよね、はい、やってみよう。それ別の技だろ。このテンションですよ。この今背中のこのテンションにぶつからないように動く。後藤さん、後藤さん酔っ払って連れて帰れるんですよ。ボケてる感じがしないですね、全然。なんかもっと適当にちょっと掴みに来てもらって、そうそうそう、これにぶつからないようにこう、そうそうそう、ねちこけって構わない、そうそうそう、ずっとこれ耐えない、レスリングはしないです。レスリングってだからこうして、こうお互いなんかこうしたい、こうしたいじゃないですか。これはしないで、あのずっとこの人と一緒にいてあげる。あ、いいっすよ、なんかねちこけって思って、そう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 、掴みどころはないです。なんか、ぶつからないように動いてほしいんですよ。顔が赤いけどね、あの、ほんと全然あの、
よし先生がもう全然ね、僕は真っ白で掴むところがないから、色白派だけじゃないですか。いや違う掴みよく持ってるので掴みを掴みに入れると、そんな感じですね。わかんないです。なんかやっぱ掴める感がないでしょ。お願いします。よし、なぜ掴まれるの。掴みますね、これ。あー、ゆっかちゃんよ。あ、ダメだ、疲れた。よし、これと逆ない全動物。これに向かってこう歩いていって、この間を抜けていく。で、その通っていく時も、手前にいる時も、ここにいる時も、状態は同じ。